皆さんこんにちは、アイリです。今日ですね、こちら10月18日に新発売されたカバーマークのモイスチュアコートジェル、ちょっと噛んじゃったかな、カバーマークのモイスチュアコートジェル、こちらを購入してきました。そう、これね、動画のコメントで気になるっておっしゃってる方たくさんいらっしゃって、私も気になってますって、そう、ずっと気になってましたって。そうなんです、これすごく気になりますよね。そう、ジェルおしろいと言われていて、もうわけがわからない。おしろいなの、ジェルなの、ジェルおしろいみたいな、もうおしろいといえばね、粉のイメージなんですけど、これはね、ジェルのおしろいということで、私もですね、もう気になって気になって仕方なかった商品です。今日は一緒に皆さんと見ていきたいと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。で、まずはちょっとこちら中開けていきましょうね。専用パフがついています。ひし形で中身を取り出すと、でん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 、どん、思ったより大きいと思いました私。パッケージもね、ブルーな感じとゴールド感っていうんですかね、透き通った感じがすごく素敵ですね。ちょっとね、あのカバーマーク大好きなんですけど、ちゃんと本音でレビューしますのでご安心ください。まずはですね、こちらがどういった商品なのかっていうのを少しご説明しようかなと思います。そう、私も携帯見ながらなんですけど、メイクの仕上げにのせる水満ちるツヤ肌って書いてある。もう水満ちるツヤ肌へ、最高。肌に透明感と光を集め、その人の印象までも美しいと感じさせてしまうみたいです。やっぱりジェルおしろいっていうタイトルっていうのかな、名前だけあって、やっぱりツヤ肌に見せることに特化してるんだろうなっていうのは感じてます。ビンビン感じてる。で、これがどういった方に向けて作られたかっていうのが書いてあって、しっとりしたツヤのある仕上がりが好きという方や、肌の乾燥が気になる、粉受けしたくないっていう方、あと時間が経ってもみずみずしいツヤ感をキープしたいっていう方に向いているジェルおしろいみたいですね。ポイント1がみずみずしいツヤ、つるんとした仕上がりで、ポイント2が水分 80% の潤いチャージで乾燥知らず。これはね、ありがたいなと思います。肌の水分蒸発を防いでくれて、セラミドが配合されてるみたいです。そう、これからね、やっぱり乾燥ですよね。そう、私はもともと乾燥肌なので、あの秋冬、まあ1年中通して乾燥対策っていうのはしっかりしなきゃいけないと思ってるんですけど、やっぱりね、秋冬は特に乾燥してるなって肌が感じるので、セラミドというね、保湿成分が配合されてるっていうのはすごく助かるなって思います。で、ポイント3が美しい仕上がりが続く、表情の動きにぴったりと密着して、よれ剥がれを防ぎ、つけたての美しい仕上がりが続くって書いてあります。すごい、なんか独自の被膜技術のウォーターフィルムにより、美しいツヤ感とおしろいの機能を実現したって書いてあります。はい、こんな感じで、まあ総合的に見ると、やっぱりツヤ肌にしたいっていう方だったりとか、潤いを持続させたいっていう方に向いているのかなっていう感じで、ありがたいことに私の希望通りで、で、あの私はね、ちょっとこの使い方で面白いなって、面白くはないんですけど、珍しいなって思ったのが、パウダーっていうとファンデーションのせた後、まあ、私はね、こうシンボルシミとかコンシーラーで隠してベタつきを抑える意味でパウダーを使っていることが多いんですけれども、これは手順がちょっといつもと違って、化粧下地、ファンデーション、チーク、ハイライトって書いてあるんですよ。で、その後にこのジェルおしろいを使うみたいです。どういう感じになるのかな、もう全然想像つかなくて、パウダーチークをのせた後、パウダーハイライトをのせた後に、これのせちゃっていいのかなっていう疑問がすごい、もう私の頭の中で巡ってる。はい、ではちょっとね、どんなものかっていうのを見ていきたいんですけど、専用パフをつけてくれてるのはすごくありがたいなと思って、しかもこのパフね、やっぱりすごくもちもちしてるっていうのかな、弾力もあるし、でも表面が柔らかくて、きっとね、これをね、最大限に活かすスポンジなんだろうなって思うんですけど、で、こんな感じ、ちょっとここがカーブしてますね。多分こうパフがちょうどいい感じに密着するようにできているんだと思います。で、まずは容器の上に指をかけ、下に軽く押し下げますって書いてあります。勢いよく押さず、ゆっくりと押してください。軽くワンプッシュが顔半分のようですね。軽くプッシュしてみます。これあれかな、あれ、ここいいのかな、これ剥がすのかな、いけますかね、ちょっともう一回いきます。
軽く。なんかあんまり下まで押し下げるといっぱい出すぎちゃうみたいなので、ちょっと軽く。で、最初はやっぱり何回か。うわ、ドキドキする。あ、ドキドキする。あれ、ちょっと待って。何度か続けて。あ、で、出た。で、このパフにしっかり馴染ませるみたいです。で、馴染ませるときはパフにジェルの塊が残らないように容器の上でパフをくるくると回し、しっかり馴染ませてくださいって書いてあります。いきます。こう、しっかりですね。あー、なんかジェルっぽい感じがする。先ほどの量だとスポンジにはこんな感じなんですね。ちょっとこれではちょっと少ないかもしれない。先ほどの量は。で、ちょっとまずは手に乗せます。あ、なんかちょっとヒヤッとします。ああ。すいません。ちょっと段ボールで切っちゃって、見苦しくてごめんなさい。こんな感じで、パッと見た感じ、どこに乗せたかわからないぐらいですね。色としてはそんなに強くここには出てないんですけど、こう触ってみると、確かにジェルでね、ちょっとコーティングされたような、しっとり感があります。ツヤツヤツヤっていうよりかは、程よいツヤ感が出てるように見えます。ラメとかは入ってなさそうです。今日は、パウダーファンデーションを半分につけて、で、リキッドファンデーションをこちらにつけて、これを使ってみようかなと思います。気になりますよね。パウダーファンデーションにも使えるのかなっていうね。一応使えるとは、説明には書いてあったんですけど、どんな感じになるのかが気になって、あとリキッドファンデーションですね。ツヤツヤしたところにさらにツヤツヤを乗せるっていうね。私の頭の中ではもうちょっとピーってなってる状態なんですけど、顔の中で2パターン使って、1日時間を置いて見てみたいなと思います。で、まずは、下地ですね。カバーマークのモイスチュアクリアベースです。もうモイスチュア助かる。そう、なんか保湿してくれそうな感じがしますよね。では乗せていこうと思います、いい感じに保湿されてる気がしますね。変に白浮きせずに肌がね、自然に健康的に見えるなと思います。はい、ではパウダーファンデーションをこちら側にまず乗せます。今回パウダーファンデーションを使うのはやっぱりカバーマークですね。カバーマークのシルキーフィットです。はい、これもね、前に動画で紹介したことがあるんですけど、今日は顔半分はこのパウダーファンデーションを使います。リアルなね、ここのちょっと汚い感じの上に乗せていきます。わ、やっぱり綺麗。そう、やっぱり綺麗。こんな感じでパウダーを乗せました。ツヤ感がちょっと抑えられてますね。はい、ではこちら側に使うのが、本当はね、カバーマークの私がね、前にすごく愛用していたクリームファンデを使いたいなと思ったんですけど、ちょっと我が家にあるのが起源的に気になっちゃって、ちょっと前のものになるので、今回はハクの薬用美白美容液ファンデをこちら側に乗せようと思います。こちら側もしっかり乗せていきます。ちょっとパウダーとリキッドの半分半分っていうのは私今までやったことがないから怖いですね。出来上がりどうなんだろう、大丈夫かな、私外に行けるかしら、今日外出できるかな。スポンジでなじませます。はい、仕上がりはこんな感じです。やっぱりここくっきり分かれてますね、パウダーとリキッドで。はい、色味的にはそんなに差はないかなと思うんですけど、やっぱり肌の質感がちょっと変わりますね。当たり前なんですけど、パウダーファンデーションの方は粉っぽさって言うとあれなんですけど、マット感だったりとか、肌表面がサラッとしている感じです。で、こちら側はそんなにツヤツヤテカテカっていう感じではないんですけれども、やっぱり程よいツヤ感があるなっていうように見られます。はい。はい、でちょっとですね、いつも通りシンボルシミ隠していこうかな。ちょっとこちら側のね、顔だけちょっとハンデがあるんですけど、こうと、あとまあこの乾パン付近にいつも通りコンシーラーで隠そうかなと思います。で、使っていくのがこちらもカバーマーク、フローレスヒットの FR10 番ですね。はい、お眠りになられました。パウダーファンデーションの上にフローレスフィットをね、こうやって乗せてもいい感じに馴染むので、私はそういう使い方をするんですけど、推奨はできないです。私は勝手にやってます。で、こちら側も。で、馴染ませます。はい、では次にチークを乗せます。チークはキャンメイクのパウダーチークス PW41 を両方乗せます。なんかここでチークを塗るって不思議な感じなんですよね。なんかちょっと仕上げに使ったりすることが多いからね。
はい、で次にハイライトを乗せていこうと思うんですけど、ハイライトもねやっぱりいろんなタイプのハイライトがあるので別々のハイライトを乗せようと思います。でこちら側に今日はボビーブラウンのハイライティングパウダーピンクグロウを乗せて、でこちら側ですね、懐かしいかもしれないんですが前にこれと戦ったことがあるローラメルシエのフェイスイルミネーターディボーションを乗せようと思います。ボビーブラウンを使います。この高い位置ですね、ちょっと多めに今日乗せています。出血大サービス、ここですね、ここですね、ツヤ入りました。はい、ではこちら側にローラメルシエのディボーションを乗せます。磨きをかけるようにこう乗せます。ローラメルシエは少しピンクがかった白っぽい光になりますね。では大変お待たせいたしました。こちらを使っていこうと思います。はい、ちょっとドキドキする、どんな感じになるんだろう。では先ほどのようにスポンジになじませたいと思います。ちょっと軽くですね、あ、こんな感じ。ジェルが出る場所ですね、そこにジェルが残らないようにパフに乗せた方がいいみたいです。残っちゃうと次出す時に固まっちゃったりとかして出しづらくなったりするみたいですね。いい感じになじませられたと思います。では乗せたいと思うんですけど、またね乗せ方にもポイントがあるみたいで、下から上に乗せていくみたいです。顎、頬、額っていう順番で乗せていって、でさらにねこう横に引いて乗せるんではなくてポン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 と乗せていくみたいですね。で小鼻などの細かいところはもう最後ですね、最後残ったので乗せます。はい、では乗せます。おでこですね、目の周りだったりとか小鼻のあたりも乗せます。冷たいっていうのかな、ちょっと水っぽい感覚があります。でこれはワンプッシュでまずは半分乗せた方がいいみたいですね。こんな感じに乗せてみました。乗せたか乗せてないかがわからないぐらいさりげなくコーティングされている感じ。パウダー感が若干なくなって自然なツヤ感が出ているなって思います。でも色がしっかりこう乗るわけじゃないので顔が白くなったなっていう感じもないし、正直どこに乗せたのかこうやっててもわからないぐらい自然っていうんですかね、ほぼ色がつかない状態でなじませていく感じで不思議な感じ。正直パウダーを乗せちゃったら先ほどのチークとかが色がね薄まっちゃったりとかパウダーがよれちゃったりするんじゃないかなと思うんですけど、そういった心配は全くないです。それがまずすごいなと思って、明らかにこうちょっとジェルといいますかみずみずしいものを肌にのせてるんですけど、ヨレ感などは一切ないです。ボビーブラウンのツヤ感もちゃんと残っています。こちらはねパウダーファンデーション使ってるので顔のテカリとかそういったのは気になってなかったから、上からねパウダー押さえなくても肌的にはまあいい質感というかちょっとマットな感じではあったんですけど、その上に重ねるとちょっとこの程よいツヤ感でコーティングされているような感じになりますね。なんだろう、すごいなと思って、まずよれてない、どこもかもよれてなくて程よいツヤ感が出てるのがすごく綺麗だなと思います。すいません、もう顔半分ですごい語っちゃってるんですけど、今度こちら側に乗せてみたいと思います。で先ほどと同じようにワンプッシュをしっかりなじませます。冷たい、ひんやりしますね。何回も何回もポポポポンってする必要はなさそうですね。こうちょっとずつちょっとずつこう垂直に当ててこう下からポン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 ってなじませていくだけで十分肌がコーティングという言い方変なんですけど肌に乗ってるなって感じます。で小鼻、細かいところですね、あとこの目の、ここの目大切ですもんね、ここのね目の下とか、はい、こんな感じです。もうちょっとドアップでじっくり見ていきます。
初めての感覚ですね。初めてでこうどう表していいのかっていうのがわからないぐらい、でも結果的にいい。作りたい肌ってやっぱり人それぞれだと思うんですけど、私がこう作りたい肌ですね、40歳超えてからこういう肌にした方がいいっていう肌の作り方があって、やっぱりいろんなものをしっかりカバーをするしたいけど、カバーをするっていうよりかはやっぱり一番大切にしたいのが素肌感なんですよね。素肌感をしっかりねこう見せることで肌が生き生きして見えたりとか、若々しく見えるようなちょっと健康的な肌に見せたいっていうのが私が一番目指している肌の作り方なんですね。そうなので、カバーはしたいのはもちろんなんですけど、カバーをしすぎることでまたねいろんな難関が待ち構えてるんですよ。シワだったりとかたるみとかくすみとかもそうなんですけど、なのでなるべくしっかり隠すとこは隠して薄付きに見せたいっていう思いがありまして、それを作り上げるためにこれすごくいいなって思った。そう、まだちょっと今ね載せたばっかりだから何とも言えないんですけど、今出来上がった肌が自然なツヤ感だなって思います。そう、テッカテカに見えるんではなくって内側からちゃんと水分が出てるようなツヤ感を出してくれてるように今見えます。私にはすごいアイテム出しちゃったねって感じ今のところね。そう、まだ時間経ってないから何とも言えないんですけど、なんかこんなにねこう上げ上げするつもりはなかったんですけど、実際に今載せてみて本当に正直に思った、で何よりもやっぱりすごいなって思ったのは、全然チークが崩れてないんですよね。もちろんファンデーションとかも変によれてるところもないし、上からね自然なこうツヤのベールをかけたような感じがします。肌がねすごく白浮きしちゃうとか暗くなったりもしないので、どなたでも使っていただけるカラーなんじゃないかなと思います。いかんいかん、ちょっとこれまだ時間置いてないからちょっとね時間を置こうと思います。軽くメイクをします。はい、ということでメイクが完成しました。はい、もう本当に最低限です。眉毛、アイメイク、リップだけをのせました。はい、ではこの状態でもう一度ね、お肌を見ていただこうかなと思います。メイクが終わった後肉眼で見た感じでもやっぱりね崩れた場所がないんですよね。なんかよれてるねとかムラになってるねっていう場所は一切なくて、もう本当にこれなんだろう、乗せたんだけどもしっかりベールかかってるねっていう感じです。なんかうまく伝えられないんですけど、で私が気になっていたことなんですけど、こうジェルおしろいだから表面がベタベタするんじゃないかなと思ったんですよ。結局パウダー乗せたくなるような仕上がりなんじゃないかなと思ったんですけど、全然ベタついてなくて、そうパウダーに乗せた方はどちらかというとちょっとサラッとしたような感じもしてるし、リキッドファンデを乗せた後よりも逆にちょっとサラッとしてるような、サラッとしてるっていうのはおかしいんですけど、全体的にこう潤いを感じるもっちり感っていうんですかね、もっとなんかベタベタってしちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、それがないです。今の時間が9時37分あたり、朝のです。でここからまたね12時間ぐらい置いて夜撮影したいなと思います。どんな感じだろう。こんばんは。はい、もういつものことなんですが、リアルな疲れ感ですね。私自身は疲れてないんですけど顔が疲れちゃってるね。はい、この感じで、今ですね、9時26分か7分ぐらいですね。約12時間経ちました。で、今日ももうもちろんのこと、一切化粧直ししてないです。なんなら口紅も今日は塗り直してないですね。このまま今日過ごしちゃった。そう、今日はもう編集したりとか、あと食料品買い物行ったりとか、食事作ったりとか、まあそんな感じで、いつもの一日の感じだったんですけど、この辺はね、もう一切触ってないです。はい、なので、ちょっとちらっとさっき鏡見たとき、
マスカラ的なものが結構目の下についちゃってて取ろうか悩んだんですけど、ちょっとこのままお見せしたいと思います。ではドアップでお見せしたいなと思います。ね、ちょっとこちら取れちゃってますが、頬のあたりちょっとパウダーがよれちゃってますね。私が多分触っちゃったからだと思うんですけど、口元です。いかがでしょうか。ね、なんかもうただただ私の顔が疲れきってる感じが映っちゃってるだけのようにも見えるんですけど、こうやってね今画面を見てる感じだとこれちょっとツヤツヤっとしてますね。朝乗せた時よりもツヤ感がマシマシちょっとマシマシになっていて、私はねこのツヤ感は嫌いじゃないんですけど、油ぎっしゅに見えちゃうのが嫌だなっていう方にはもしかしたらちょっとツヤが出すぎちゃうかもしれないです。時間が経った経過を見るとお好みが分かれるのかなと思うんですけど、個人的に私はすごく好きです。すごくよれちゃってるところとかはないです。鼻はちょっとこう触っちゃったのでパウダーファンデーションが剥がれてるところはあるんですけど、ジェルおしろいに混ざってよれよれになっちゃってるっていうのは全くないです。崩れてもないし、やっぱりこうツヤ感をキープしてくれてるので、多分これでお昼過ぎあたりにしっかりねアイメイクとかチークとかリップとなどを塗り直していたらまたね印象が変わってると思うんですよ。もう全体的にトレトレになっちゃってるから、なんかすごい油出てるねっていう感じがするかもしれないんですけど、正直こうカメラを通すとすごくねツヤツヤに見えるんですよ。でも実際にこう鏡で見ているとそこまで画面に映ってるほどツヤ感としては強くないので、そう、私的にはこのツヤは好きなんですけど、でも多分動画を見てくださっている方の中にはあんまりツヤを出したくないって思ってる方もいらっしゃると思うので、一度ねお店とかでタッチアップしてもらって、で時間を置いて購入をね考えた方がいいなと思います。でも私的にはね、このツヤは好きですね。うん、いいツヤ感なので、これからね、使うのが楽しみです。でもやっぱりこう鏡で見てるといいツヤ感だと思います。まあちょっとこの T ゾーンだけねちょっとテカってるとこう油が出てるような気がしてしまうので、お昼過ぎぐらいからはちょっとこの T ゾーンだけ抑えるっていうのもありかなと思います。はい、でもこの辺のツヤ感とか肌の感じはすごく綺麗です。はい、ということで今日はこちらのカバーマークのモイスチャーコートジェルを紹介しました。少しでも参考になったら嬉しいです。またね購入された方のねご意見も聞きたいなと思います。はい、ぜひ教えてください。はい、ということで今日最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。ねえ、もう顔がね疲れてないんだけど顔が疲れちゃってる。顕著に現れますよね。このね。そう、でも、この辺のツヤ、本当にいいツヤなんですよ。ちょっとここはね、こう、抑えた方がいいかもしれないんですけど、はい、ぜひチェックしてみてください。